はい、スカイリム気ままな旅パート88ですね。やっていきます。続きですね、さっきの。ドラゴン逃げたのかな？あ、まだいますね。さあ、降りてこい。お前を倒す時間だ。ファイヤー。当たったのかな？あ、当たったみたい。さあ、降りてこい。よし、降りてきたら。お前を倒す。俺の命に変えても。とどめだ。オーロラ。よし、倒した。これが、新しい手に。力を手に入れて一段階進化した俺の力だ。やっと静かになれましたね。さて、恒例のあれですね、死体あさりですね。見た目よりも、ただの見た目野蛮人ですからね。暴君ともなれば超強いですからね。あの魔術師ですよ、魔術師に蘇らされたあのやつはめっちゃくちゃ強いですから、気をつけてくださいね。なんていうんですか、ブライアハートでしたっけ、あれは強いですね、本当に。まあ強くないやつもいるんですけどね。デルフィンたちは似て、もう2回ぐらい死んでんじゃないですか、ダウンして。さっきオーロラ出てましたよね。綺麗ですね、ほら、オーロラ。磁場が、その、なんていうか、地球の磁場が、まあ、太陽熱の、こうやって、跳ね返りをこうガードして磁場がこうやって、揺らいで、こういう風になるということでね。おぉ、隠密の霊薬なんて思ってやがる。こういう系はもういらないんでね。こいつらなんてお粗末な暮らしをしてたんだ。いや、俺、ここ来てなかったでしたっけ？コーススポイ、ちょっと来たはずなんですけどね。あ、前の章で来たのか。でも、来ましたよね。見ました？ここに来たの。来たような気しましたけどね。まあ、来てないという風になってますね。まあ、そんなのどうでもいいんですけど。さて、ここにもうちょっとなんで、ここ上がって、ここと、カースパイアということで。デルフィンは？あ、いた。いや、本当にね、視聴者さんたちね、あれ、その登録者っていうかね、皆さんこう、気に入らないのが続々となんか抜け出してきてね。まあ、そういうのよくありますね、なんか。その、なんていうか、増えるより減ってるんですね、なんか。
まあそういうこともあるでしょうね。調べてみるよ。いや寝てたよ。相手にならず。こいつらの戦いちょっと見てみましょう。強い。ここは明るいのでね、盾装備します。おお強い。ブライアハート、これが必要なんですよ。無事にブライアハートも倒したみたいですね。強いのに。やっぱり松明がないと暗いっていうね。やっぱり洞窟の中ですもんね。洞窟の中は衛生状態が悪いということで病気になりやすいのが欠点ですね。ゴールドだ。こんな、はしたゴールド。はした金じゃないんですよ。はしたゴールドですからね。そこのとこ、お間違いなく。カニスの根。木の皿なんて誰が取りたいんで。よし。黒檀のメイスの根取っちゃった。これらの柱に何かあるよね。そうだ、赤ビリのシンボルだ。こっちのシンボルの意味は王と戦士、そしてもちろんドラゴンボールのシンボルだ。下の方を指している矢のようなものを持っているのはそれだ。これを順番に並べろってこと？そうだ、それだ。左の柱のシンボルだ。左の柱のシンボル。スカイヘブン聖堂がドラゴンボールに対して封印されていると考えると、すべての柱のシンボルにつけてみたらどうだろう。何をしたのかわからないけど、うまくいったわ。ブレイズの先達たちが何を残してるのか楽しみね。何をしたのかわからない。同じシンボルを揃えただけですよ。その、この塔の柱のね、マークに。そんなのもわからないのか。あんたらは。エズバーンの言う通りね。圧力板みたいだわ。気をつけろ。出まして。このね、踏む。この踏むある、踏むあるじゃないですかって言おうとしたんですけど、意味わかんないですね。このほら、塔のさっきのマークありましてね、これは通れるんですよ。これは通れないっていうことでね、このマークを踏んでいけばいい話です。ちょっと、エズバーンちょっと邪魔すぎじゃないですか、あんた。おっと。こう来て、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 こっちかな。こう来て、こう来て。こう来て、こう来て、こう来て、こうだな。気をつけろ。いや、気をつけてるよ。おお、怖い怖い怖い。お、取れた。安全になった。大丈夫そうだね。行きましょう。あんたらもう解除して間もないのによくそんなにすぐ渡っていくな。ほいほいと。よし、お使いま来ましたね。スカイヘブン聖堂。素晴らしい。意外にも保存状態も良好だ。
とね、いらない武器とか置いときましょう。ダーガンなんていらないですよ。こんなメイジとかね、まあ、持ってんのはいらないし、こういうのも。魔法かかったやつしかいらないっすね。川のマジか。これでいいね。松明がもう燃え尽きちゃった。すごい顔だね。これが血の印だ。もう一つの失われた赤ビルの技術だ。引き金が血によって引かれたわけだ。ドラゴンもお前の血だ。ここを見てくれ。古代のブレイズがどれほどレマンシロディールをあがめていたかがわかる。ここにドラゴンボーンの血、俺を、仕方ない、俺の血を捧げる。ということでね、スカイヘブン水道に入っていきました。これで知られざるアルデューンの倒し方がわかると。ここにね、あのブレイズの装備があるんですよ。取っとかないと。ドラゴンペイン。メイスの取り扱い。よし、上がった。こういうのいいんですよ。これですよ。まあ弱いんですけど、重要なんですね。ブレイズソード。あ、そういうの持ってたな、ブレイズソード。てか、もう持てないなんて、そんなバカな。45、そんな重いものなんて持ってないはずだけどな。鎧が重いのか。こんな編成のローブとかいらねえな。よし、これでどう？あ、動ける。なんかあんたら喋ってるし、まあ、こうやってね、徐々にコーヒーつけてってくれるんでね、嬉しいですね。今とだ、赤ビルの職人が取り流れるようなノルドの流儀を取り入れ始めていたかがわかる。ここがアルドゥィンの壁ね。どうでしょう、エズバーン。もちろん結構。後で見て回る時間は十分あるはずだ。先に進んでみよう。もうやっと明るくなったね。ここでまず時間来たんで一旦終わりたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。はい、次はアルデュインの壁の全貌を明らかにします。